Yes, yesterday you were in practice and had damage. Yes. Yesterday I had the big oversteer in the big crash. The team many was working, and yesterday tonight big work. Huh? Now thank you very much for Serumo team, please, and Denso people. Thank you. Okay, good race. Thank you. ご覧いただきましたように JTCC 第5戦はミハエル・クルム、そして第6戦は星野和義が優勝を飾りました。意外とそのウェイトハンデ性がうまく作用して、そうですね、見どころのいいレース展開になっていたと思いますけど、はい。そして、第7戦第8戦なんですけれども、これは三重県の鈴鹿サーキット6月8日に行われるわけですけれども、今回ですね、これで星野選手が優勝と2位ということで、次の鈴鹿の第7戦にはですね、50キロのハンデを乗せていくわけですね。今回の中子選手と同じですよね。そうです、はい、で同じく日産の本山選手が、40キロ、はい、ですから次のレースでは日産の2台が大変苦戦を強いられるのではないかと予想されますね、はい。そして、ポイントランキングなんですけれども、1位が本山選手ですね。この辺も本当に先が見えないですね。そうですね、まだ、ポイントの方は全然わからないですけども、はい、今後の展開次第で、今のところ一度も優勝してないドライバーが1位2位ということで、はい、黒沢選手はもう優勝しましたね。1回優勝、本山選手が1位ということで、はい。さあ、そして、その次回の第7戦8戦も見逃せないレースになりそうです。さて、ご覧いただきました JTCC 第5戦第6戦、そろそろ宮城県スポーツランド菅生から